さあ始まりました怪トーク。今宵も怪談や怪談にまつわる話、怪談関係ない話も含めてのんびりお話できたらと、ツアーを利用しておりますので、音質の、乱れや代償ご了承の上楽しんでいただけますと幸いでございます。例によって演者さんにはですね、誰がどんぐらい喋ったとかペース配分とか空気読んでるとか一切しないでくれと、もう存分に楽しんでいただければと思っておりますので、お伝えしておりますので、ご了承の上楽しんでもらえると幸いでございます。さあということで早速お呼び込みしたいと思います。まずは響さん、よろしくお願いします。回転大好き DJ の響です、よろしくお願いします。楽しみですね。いや毎回そうなんですけど、いずれにせよこう組み合わせるって話の流れ方って全然変わるじゃないですか、はい、そうですね。だそこがちょっと今回どうなるのかなっていうのも含めて、ちょっと今宵も楽しみです。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあそしてあかねさん、お願いいたします。チョコ版は紅の音と書いてあかねです、よろしくお願いします。いつも楽しみにしてやってまいりました。そして今朝ノンストップをあみさんを拝見しまして、フジテレビの、はい、そうですね、ノンストップ拝見しまして、アミさんだと思って、ありがとうございます。いろんなところでこの夏にかかわらずなんですけど、うん、いつもお見かけするので、アミさんだって、はい、思いつつしみじみ拝見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、あかねさん、はい、あかねさんのチョコ版はに対してたくさんのチョコ版は、チョコ版は、チョコ版はーウェっていうのとか、チョコ版は、チョコ版は結婚する、ちょこっと結婚しよう、ちょこっと、チョコ版は結婚しよう、可愛い声だね、結婚しよう、ノンストップだ、結婚しよう、どういうことよ。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではあかねさん、番組の説明お願いします。はい、はい、この番組は怪談を喋るのも好きですが、聞くのも大好きな怪談家アミによる怪談好きさんをお招きしての怪談と怪談を楽しむトーク番組です。こちら音声メインでの放送となります。ご了承の上楽しんでいただけると幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして本日も LINE 通話を利用してこの方々に登場いただきます。まずは青野さん、よろしくお願いします。はい、どんばんは、青野でーす。よろしくお願いします。いえ、どんばんはって。いや、元気だな。張り切っていこう。なんですか、どんばんはってもう。ちょいちょいちょい。チョコばんはの感じで、ゾンビのどんばんはじゃないのよ。アミさん、拝見しましたよ、ノンストップ。あ、マジっすか。ありがとうございます。設楽さんから、階段上手ですねって言われてたじゃないですか。嬉しい。よかったね。いや本当になんかここ数年全然なんか褒められることがほとんどないので、すごく嬉しいです。ねえ、よかった、嬉しかったです、うん、僕も、うん、上手って言ってもらえてて。ご覧になった感じ上手でした？いや上手だったね。あ、嬉しいな。階段上手。嬉しい。うん、嬉しい、褒められたい、嬉しい。よろしくお願いします。お願いします。さあそして翼さん、よろしくお願いします。はい、佐伯翼です、よろしくお願いします。固定の挨拶がなくて申し訳ありません。そうなるからダメよって直野さんに、大変ですよ、もうそんなこと言ってたら後ろのホームタウンさんとお手元さんもどうしようかなってなってると思いますよ。ちょっと待って、コメント欄でスパバンワーとか来てる。あ、いいじゃんいいじゃん。いや、よくないよ。違う、バが重なるんですよ、バが。言い慣れときます、これ。いや、言い慣れなくていいです、大丈夫です。うん、さあ、翼さん、はい、今回これ、はい、まあ、クロストーク番組になるんですけども、こういった形式っていかがですか？このニコ生でクロストーク形式って初めてなんで、めちゃくちゃ緊張してます。何にそんな緊張するんですか？アミさんに緊張してる。なんでなんすか。もうよくないです。青野さんがね、翼さんにすり込んじゃってるからね、なんか僕がすごい心の壁のなんか高い人みたいに翼さん思っちゃってるじゃないですか。一生懸命壁乗り越えようと思って。いや、そうなんです。いや、会うたびに言ってくれるんですけど、僕別にそんなつもりなくて、青野さんが勝手に言ってるだけですからね。でも僕は、そんなちょっともう、アミさんに階段うまいですよなんて、もう衝撃の一言言えないですけどね。青野さんいつも言ってくれますよ。言ってほしいって言われたら、やっぱ言ってあげた方がいいよ、翼さん。はい、ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして、ホームタウンさん、よろしくお願いします。
はい、DJ ユニット銀座線ホームタウンです。どうぞよろしくお願いします。ちょっと待ってください。コメント欄でみんながホームパンはホームパンはってめっちゃ盛り上がってる。ホームパンはです。よろしくお願いします。いや、違います。言わなくていいんです。言わなくていいんですよ。僕もですね、今朝ノンストップ拝見しておりました。うん、最高でした。ありがとうございます。はい、もう本当に。会議中だったんですけども、うん、ミュートにしてずっとノンストップに出ましたんです。何やってるんですか。かぶりついておりました。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ、そして、お手元さん、よろしくお願いします。どうも、お手こんばんは。階段ユニット、寺様のお手元でございます。どうぞよろしくお願いいたします。吸収力が半端ない。青野さんのせいです、全部。そう思います。語呂悪いよね。なんでダメ出しされてるんですか。じゃないよ。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あといった感じでございますけど、青野さんさ、本日はね、はい、青野さんから喋ってもらおうかなと思ってます。出た。嘘でしょ。嘘じゃないです。なんでよ。誰にしますの流れじゃんこれ。そうですね。うん。青野さんお願いします。マジかー。あ、オッケー、はい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 、千葉県のお友達で林さんっていう女性から聞かせてもらった体験談なんですけど、まあ体験したっていうか、うん、林さん、林さんがまあ見た聞いたみたいなことなんですけど、林さんって看護師をやられてて、で患者さんで1週間ぐらい、前に、ちょっとこう重篤な状態で入ってきて ICU にずっと1週間入ってたっていう患者さんがいたんですって。はいはいはい。でその患者さんが目覚めて、まあ、病室に、入りました。でその病室には、まあ、その患者さん A さんとしときましょう。 A さんと B さん2人がいるんですね。でそこを通りかかった林さん、病室の前を通りかかった林さんが、その A さんと、うん、重篤だった A さんと B さんの会話を聞いたっていう、こういう話なんですけど、この A さんが、まあ、この1週間、自分がこう、まあ、昏睡状態にあった。で、全く、記憶にない、この1週間っていう時間を感じることがなかったって言うんですよ。まあ、大体の方がそうだと思うんですけど、で、まあもう目が覚めてまさか1週間経ってるなんてっていうことを B さんに話していた。で、その B さんとの会話の中で、あ、でも、そうそう、その1週間の中で夢を見た。1個だけ覚えてることがあるんだけど、それっていうのが、まあ今思えば、三途の川らしき、川なんじゃないかなって思うんだけど、大きな川が自分の目の前にあって、その対岸で、めちゃくちゃマイケル・ジャクソンが踊ってたんですって。はい、で、それ見て爆笑しちゃって、で、マジうめえな踊りって思って引き返して帰ってきたら、まあ、目が覚めたみたいなことを言ってたんですけど、でその時に B さんが、そう、ちょうどこの1週間でマイケル亡くなったよって言ってて。そう、そういう話を聞かせていただきました。ちょっと待ってください。なんか普通にコミカルな階段かなと思って、フランクに聞いてたらね、響さん、マイケル・ジャクソンが出てくる階段なんてなかなか聞けないですね。ないですし、やっぱちゃんと踊ってたんですね。そう。はぁ、すごい興味深いですね。なんかね、若いギャルだったら俺川の向こう行ってたと思うっておっしゃってたそうで。終わり、ギャルだな、そういうのもひっくるめて。うん、いや、おもろい話聞かせてもらったんで、ちょっと回答トークで紹介させてもらいました。面白いですね。いや、当然そのマイケルを見た方は、その期間にマイケル・ジャクソンさんが亡くなってることは知らないわけですもんね。あ、そう、ICU 入ってたんで、はいはいはい、いらないんですよ。って考えたら、やっぱその、なんでしょうね、その死後の世界というか、諸説ありますけど、うん、やっぱ距離感とか時間感覚とかっていうのが、実はなくなるみたいな説もあったりするんで、うんうんうん、なんか本当にその場に居合わせたというか、うんうん、なんかそういう可能性まで考えると、非常にちょっとこう、面白い話ですね。うん、面白いですよね。
なんか対岸っていうのがまたね、こっち側じゃないっていうのがね。うん、あうわ面白いな。あかねさんいかがでしたか。面白いですよね。面白いですね。なんかタイミング的にマイケルさんがサンズの顔を渡ったぐらいのタイミングだったから、渡ったばっかりだったからそこにいたのかなって思いますもんね、うん、やっぱりだからなんかすごい、うん、やっぱりこの広い世界の中でもサンズの顔っていうのはつながってるのかなってちょっと思っちゃいますね。なんか宗教とか関係なくね。はい。いやー面白い、解釈も面白いです。いろいろ考えられるし。そうですね。どうでしょうこういう話は。まあ茜さんのおっしゃるのもそうですし、ホームタウンさん的にはどうでした。そうですね、なんか今想像してて、でも河原でムーンウォークはしづらそうだなってちょっと思いながら蓋がね平たい方がねはい、いや別の振り付けだったのかもしれないですね。別の振り付けだったかもしれないし、まあ、それがスリラーだったら、うん、なおのことね。いや、お化けに絡めるんじゃないよ。そうですね。いや、興味深い話ですよね。なんかでも、三の川の向こうでスリラーって。いや、だったら、うん、なんかすごくね。まあ、ハッピーですよね。あの、そうですね。青野さん。はい。敵階段です。ありがとうございます。なんか、ただ、テンパって、本名を言っちゃいました、うん、林さんっていう。ああ、まあ、ね、あの、難しい名前じゃないんで、あの、結構ある名前なんでいいんじゃないですか。あのこの人に言うときに僕あの語るときに名前変えますねって言ったのにまあいっか、いっか、はい、大丈夫大丈夫、あの、はい、謝っときます。さあ青野さんどうしましょうか。ひびきさんの聞きたいんですけど、はい、どうですいやいや、まあ単純に、そう、やっぱこう夏、まあ最近ね、やっぱりこう、これ8月号、まあ暑いですけれども、最近季節柄というか、はい、よく階段を聞くと、もしくは階段を喋ると涼しくなるとかですね、こう寒くなるとかっていう話が、ありますけど、まあ単純にこうゾッとするから寒くなるみたいな、まあそういう説でよく言われる慣用句的なことかなと思いきやですね、ちょっと先日、まあとある階段番組ではないか、まあとある番組の収録で、まああるスタジオに行ったんですよ。で、そこも、まあテレビ局なんですけど、こうスタッフさんとか音響さんとか、まあ当然こう、PA さんとかいらっしゃって、で、その中で収録だったんですけど、じゃあ、ひびきさん階段一つお願いしますっていう、振りをいただいてですね。で、階段を喋り始めたんですよ。はい。そしたら、これ、突然、その、スタジオの空調がガーって動き始めたんですよね。で、結構やっぱ当然その収録スタジオなんで、まあ、音とか結構まあ、注意するじゃないですか。うん、そうです。でも突然空調がバーッと動き始めて、まあ言って止めるほどの大きさでもなかったんですけど、本当に普通に分かるぐらいの空調の音ガーッと動き始めて、で、あの MC やられた方がさっきさんの階段の途中でなんか突然空調がって話になったんですよね、うん、でよく聞いたらスタッフさんも誰も操作してないという話をされてて、でちょっとまあざわついたのがあって、でもしかしたらなんかこう温度が変化することで、まあ、わかんないですよ、わかんないですけど、その例えば階段を喋る、もしくはそういう場になることでこう温度がこう変わって、それに何か空調のセンサーが反応したのかなと思うと、あ、もしかして本当にあるかなと思ったというだけの話なんですけどいや全然だけじゃないよね。いや、まあまあだからちょっとやっぱりそう、あるのかなとちょっと思いましたね。やっぱこういう企画の時って、なぜかやっぱりトラブル多いですもんね。なんかそうっすよね。ですし、ちょっとまあ、昔の話なんですけどね、私、当時友達が働いてた楽器屋さんがあるんですけど、そこの楽器屋さんの、うん、2階の事務所に本当に幽霊が出るという話が。あって、まあ、当然外には出てない話なんですけど、いやもうご本人が本当にっておっしゃってる感じ、本当に出たんだなって感じですいやもう言ってましたよ、
あの、まあ、M 君という、はい、あのね、あの、友達ですけど、M 君が、本当に出るんすよ、はい、って言ってて。で、やっぱ興味あるじゃないですか。だから、はい、一度そこ行かしてもらったことがあるんですよ、僕。うんうん。で、2階の事務所、階段上がって、まあ、ちっちゃな楽器屋さんですけどね、2階はお客さんの店舗じゃなくて、お客さんが入る店舗じゃなくて、スタッフだけの、事務所なんですけど、2階に上がって、その2階の階段上がったすぐ脇にある部屋だったんですけどね、ここなんですよって、その M 君が。で、あ、ここ本当に出るとこなんだねと思って、まあ、入っていいっすよって、まあ、誰もいなかったんでね、それ深夜だったんですけど、で、入れてもらったんです。電気もついてない、まあ、4畳半ぐらいの小さな部屋なんですけど、もう入った途端にもう身震いするぐらい寒かったんですよ。で、それあの、もうそれも夏で、7月か8月だったかな。もう本当にガンガンエアコン焚いてるぐらいの温度感で寒くて、で、え、これエアコンつけてるって当然つけてないと。って言って、で、まあ彼曰く、だここだ部屋だけおかしいんですよねっていう話をされて、で、やっぱ実際そこの、楽器屋さんで働いてるスタッフさんはもうほぼほぼみんなその部屋で見てる人もいれば音を聞いてる人もいますし声を聞いたっていう人もいますし結構いろんな方がいて、で実際その M 君もあの昼間下でこの店番というか楽器屋さんのカウンターに立っていたら突然2階からその事務室がある部屋ですね、そっから階段を誰かがダダダダって降りてくる教えが聞けたらしいんです。で M 君が誰かスタッフかなと思って何かありましたって階段の方行っても誰もいないんですよね。っていうのが一度僕もあるんで、あの部屋何かいるんですよっていう話を聞かせてもらいましたね。すごい。やっぱ何かある部屋入ってちょっと体感温度違うみたいな話ってよくありますよね。何かあるんですかね。温度に作用するというか。ねえ、うん。温度のスペシャリストの翼さん、これ一体なんでなんですかね。はい、あの大学で温度の研究してる佐伯翼さん。いや、してないでしょうよ。いや、してないでしょうよ。確かに、なんでだと思うのか聞きますよね。あの、心霊スポットに行った時に、ね、まあ、心霊スポットにあるあるだと思うんですけど、なんか仲間うちに一人だけ、ここやばい、ここやばいとか言うやつがいて、はいはいはい、で、そいつが、この部屋やばいっていうところに入っても、結局何も起きなかったらしいんですよ。何も感じなかったしっていう。で、そいつがこう歩いてって、うん、あ、なんかこの部屋だけなんか幸せな空気感が漂ってるとか、なんか変、珍しいこと言い始めて、んと思ってその部屋に入ったら、その、一人で見える見えない騒いでたやつ以外の全員が、この部屋、異常に寒くないっていう話になって、ええでも、当の本人だけは、ここはなんか幸せな空間だった。この建物が生きた時にこの部屋だけは幸せで溢れてたんだみたいなことをずっと語ってるんですけど、でももうみんなは、いや、この部屋だけこんな寒いのにそんなわけないだろうと思って、もうそのまんまそこ出てったみたいな話を聞いたことありますけど、なんか部屋だけおかしくなる、部屋になんかその、あれですかね、寒さとかの形で霊が残るみたいなのあるんですかね。ああ、いや、ちょっと、あとなんか普通にさらっともうなんか階段一本分のボリュームあって怖かったんですけど。ねじ込んでみました。でもある、やっぱあるんでしょうね。どうなんだろう。あかねさんとかってこれどう思います？ああ、それってなんかやっぱりちょっと呼ばれたのかなっていう、その一人だけ、あの、幸せ空気を感じてしまうって、呼ばれちゃった感じしますよね。ねえ、なんか幸せな感じっていう、なんかその、なんだろう、まあ、取り憑かれた時にすごく居心地が良くなっちゃうような、それに似てる感覚なのかなとか思っちゃいましたね。そうですね。思いますね。うん、ねえ、こういうのをお手元さんとかはどう思います？先ほど響さんもおっしゃってましたけども、そのやっぱり配信中になんかいろいろあるとか、機械に作用するみたいなことって話聞くんですけども、うん、私もその、ツイッターのフォロワーさんと、怖い話を、はい、その配信でやり取りしてたことがあったんですけども。何その楽しそうなの。そう、たまにやってるんですよ。もしよかったら、アミさんも今度。はい。で、私、車の中で配信してるんですね。なんでですか？部屋で前大声出してたらクレームが入ったことがありまして。ああ。ご近所さんから。それで車の中で配信してるんですけど、はい、まあ密閉空間なんですよ。はい、今は夏なんで、ものすごく暑いんですけども、その配信をしているときに、うん、特定の方のお話のときだけ、霊気が入り込んでくるような感覚で、隙間から。
胃震いするほど車内寒くなったことあるんですよ。あれは不思議でした。ネット回線を介してってことですよね。だからなんなんでしょうね。あとその目の前で喋られてるわけでもないのに、はい、そうなんですよ。特定の方の話の時だけ寒くなったっていうのもありまして、で、前友人と話してたんですけど、体温が上がる、はい、熱く感じるっていうこともあるらしいんですね、どうも。寒くなるだけでなく。うんうんうん、で、なんでだろうね、なんでその違いがあるんだろうって話をした時に、亡くなった方が作用してる時は冷たくなって寒くなって、生き量とかの時は熱くなるんじゃないかみたいな。そういうその話にはなったんですけども、まあ生身の人間ですから、はい、とかそういう話をしてたことはありますね。ああ、なんか、この間も大阪のイベントの時に、楽屋で、なんか僕は全然平気だったんですけど、僕以外の松島明音さんとか七不思議さんとかみんな鳥肌ブワーって立ってたんですよね。そうですね、うん。僕がちょっと一言言いますけど、まずちょっと体感温度がちょっと違うところもあるので。みんなが見てない時に勝手にエアコン18度にしたからですか、はい。それでも暑かったんですけどね。他の皆さんはもうブルブル震えてるぐらいの。ノブさんとかは定期的に外に体溶かしに行ってましたね。いや、でもなんか多分あるんでしょうね。まあ、でも、アミさん自身も、やっぱあります、ね。なんか体感温度がじゃなくてもいいんですけど、なんか、うわ、すごい温度変わったみたいなとこって、ありますかね、うん。心霊スポットとかでよくありますね。でもそっか、よく、そうですね、一緒に行くときもたまにありますもんね、はい、確かに、はいはい。あります、あります。実際に、まあ、出ると言われてる森の中の公園で、公園の中の水車小屋みたいなところが出ると言われてたのに、その近くにトイレがあって、そこに入ったときに、先に一気にうわーって体が寒くなって、で、逃げて外出てたときに、外からそのトイレを見てると中に、なんか動くものが見えたような気がしたら、響さんも同じものを見てた。ね、はいはいはい。いや、確かに。あの時もね、トイレの中がすごい寒かったんですよね。やっぱなんかあるんですかね。あるのかもしれないですね、なんか。体感的なものとか、階段が好きだからとかじゃなくて、本当に何か。はいはいはい。科学的に証明できるそういうのがあるのかもしれないですけどね。いや、でもあるかもしれないですね、確かに。例えば、そうそう、その時も私も言いましたけど、うん、確かに僕もその鳥肌というか、うん、もうあれめちゃくちゃやばかったじゃないですか、あの時の音とか気配というか。そうですね。で、鳥肌うわってなって、うん、まあ思い起こせば確かに寒気もあったかなと思うんですけど、さっき話した楽器屋さんの2階の事務所、うん、あそこはもう、うん、なんでしょう、本当にエアコンつけてんのって言っちゃうぐらいの、寒さだったんですよね。すごいっすよね。はいはい。だから、どうなんでしょうね。体感、内側から来るその、恐怖というか、まあ、これを怪異と捉えてもいいかもしれませんけど、その内側から来るその寒気みたいなものと、もう外気そのものにも影響を与えるような、なんか、怪異というか、なんか、もしかしたら、こう、一口に寒いと言っても、こう、ケースが違うかもしれないですね。そうですよね。面白いっすね、こういうの。青野さん。はい。いかがですか。みんな、響さんの話にっていうコメントを亜美さん求めたのに、みんななんか体験談で打ち返してくるのすげえなって思ってました。面白いですね。みんな持ってますね、なんかね。持ってますね。素晴らしい。あとやっぱり響さん階段上手でしたね。いやいやいや。なんかね、やっぱり褒めたりって、もっと試合いましょうよ。いや、多分ね、あれなんですよ。確かにみんな思ってはいると思うんですよね。心で。人の階段いいなとか、あ、うまいなって。なかなか確かにこう。もっと言い合うといいかもしれないですね。こう言っていきましょう。
ね、だから僕はその、あの、なんですか、そのキャンペーンをもう、第一陣切って走ってるから。うん、さあ、青野さん。はい。次どうします？じゃあ、お手元さん聞きたいな。あ、わかりました。うん、はい。はい、お願いします。はい。では、先ほど響さんがおっしゃられてたような、特定の建物に、そういった怪現象が起きるというような話をさせていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。おー、素敵。はい。はい、よろしくお願いいたします。はい。あの、このお話は、秋元さんという30代前半の女性の方から聞いたお話なんですけども、彼女は5年ほど前にパスタ屋さんでアルバイトしてたんですね。で、そのお店は小さなログハウスみたいな木でできた建物で、1階が改装された飲食スペースになってまして、で、2階が住居スペースがそのままになってて、まあ、従業員の更衣室だったり、物置として使われてたんですよ。で、まあ、小さいお店だったんで、従業員も少なくて、で、午後の3時から5時くらいの間は、まあ、暇な時間帯でして、秋元さん一人でお店にいること多かったんですよ。で、そのお店でバイトを始めて1ヶ月ぐらい経ったある日のことだったんですけど、その日、秋元さんと一緒に入っていた店長さんが、暇な時間帯にこう休憩取ってたんですね。で、お客さん誰もいなくて、秋元さんはホールに一人で立ってたんですよ。で、特にやることもなくぼーっとしてたんですけど、突然誰かが秋元さんの腰のあたりをクイクイ引っ張ったんですよ。で、ん？と思って振り返ると、視界の端に小さい子供の手が見えて、それから秋元さんの後ろにある個室に向かう廊下の方からパタパタって足音と、キャッキャッって笑い声が聞こえてきたんですよ。で、この時秋元さんは、お客さんの子供が忘れ物でも取りに来たのかななんて思いながら、奥の個室に向かってったんですけど、個室に入ると誰もいないんです。うん、で、ホールから個室へ続く廊下って一つしかないんで、人とすれ違うと絶対気がつくんですよ。で、それから店中探したんですけど、結局トイレにもキッチンにも誰もいなくて、店には秋元さんしかいなかったんですね。で、おかしいなぁと思って休憩から帰ってきた店長に、あの、女の子がいたんですけど、って話すと店長が、あー見ちゃったって苦笑いしたんですね。で、どうやらそのお店で幽霊が出るっていうのは、秋元さん以外みんな知ってたみたいなんですよ。で、話を聞くと、まあ、時々誰もいないはずの2階から、何かが走る音だったり、ガタ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 物音が聞こえるって、そういうことがあったみたいなんですね。で、秋元さんがその日見た子供は特に怖い感じがしなかったんで、彼女はその後も、ここにはお店を守る座敷わらしがいるんだなぁなんて思ってたんですよ。で、秋元さんはそのバイト先1年ほどで辞めちゃったんですけども、その座敷わらしのことは、まあ、いい思い出として心にしまってたんですね。彼女がそのお店のバイトを辞めてから3年ぐらい経ったある日のことなんですけど、秋元さん男友達が運転する車に乗って、たまたまその店の前通りかかったんですよ。よく見ると、建物はあるんですけど、お店が潰れてたんですね。で、秋元さんびっくりして、で、その男友達に向かって、私この店で働いてたんだけど、座敷わらしがいても潰れることってあるんだね、って言ったんです。するとその男友達が、ん？いやいや、あれ座敷わらしなんかじゃないって。俺あの店で食事したことあるけど、あの女の子、やばいからって急に顔色変えたんですよ。秋元さん、女の子だなんて一言も言ってないんです。なんで分かったんだろうと思ってたら、うん、俺が行った時、あの女の子、ずーっとテーブルの下から、ニヤニヤしながらこっち見上げて、遊ぼう。遊ぼう。遊ぼうって言っててさ、やばいタイプの幽霊だったからさすがに怒ったんだけど、その女の子笑いながら奥の廊下に走って逃げてったんだよね。で、秋元さんはその男友達に霊感があるなんて知らなかったんですよ。で、俺もさ、霊感があるなんてめったに言わないけど、あの女の子マジでやばいからつい行っちゃったってそんな風に話してくれたんですよ。で、秋元さんがこの日たまたま店の前通りかかったことも、あの女の子が
自分のことを思い出してほしくて、私たちを引き寄せたのかな。秋元さん、そんな風に言ってました。逆座敷わらしというお話でした。ありがとうございました。ああ、ちょっと、途中まではなんかね、そういう、うわあ、ちょっと、あかねさん、逆でしたね、はい。そうですね、逆でしたね。でも、実際その、まあ、秋元さん側の、目線でしかこう、最初わかんなかったから、本当に、その男の人が感じてるやばさっていうのが、わからなくて、一層怖いですね。ねえ。はい。何がどんな風にやばいのか。より怖いっすよ、こんなの。青野さん、いかがでしたか？いい声でしたね、お手元さん。ありがとうございます。キャンペーン中ですね、今ね。そうです、そうです。ありがとうございます。褒めてくれて。まず褒めてか。はい、いいですね、このお盆のど真ん中で、ザ・怪談みたいな、うん、結構ストレートなお話。今日は僕、なんか今、ワクワク、本当に夏休みを楽しんでおります。ありがとうございます。確かに。うん、お疲れさまでさえ、うん、こんな喋ってたら寄ってくるなんていうものをこんなお盆の夜中にやってるわけですもんね、うん、そうですよ、もうこれはお祭りですよ、今日は本当に楽しい。そうですね、お祭りでございます。響さん、どうでしたか？もう非常に興味深いですね。で、ちょっとこれ、ある種面白いというか、こう、と思ったのが、その秋元さんという方は、うん、そうですね、そのパスタ屋さんというか、そのお店で見た女の子を座敷わらしだとこう思ったわけですよね。そうですね。はいはい。で、要するに なぜそう思ったのかっていうのが非常にこう面白くて、やっぱり怖い、なんか女の子の幽霊を見たってなったときに、やっぱり怖いと解釈するケース、が多いかなとなんとか思うんですよ。そうですね。はいはい。ただ、秋元さんはその女の子を、座敷わらしみたいなものだ、いいものだって思ったと。まあ、ところが結果違ったということなんでしょうけども、なんか、最後まで聞いたときに、なぜ秋元さんはその女の子をいいものだと思ったのだろうか。いや、もしくは思わされたのかなと。思うと、逆にちょっとまたゾッとするというか、なるほど。本当、女の子、非常にこう、もしかしたら良くないもの、まあ悪い、ね、引き込もうとしてる、遊ぼうって引き込もうとしてる悪霊だったんですけど、秋元さんにはそれを悟らせないように、こう、なりすましていたのかなとか、なんかそう考えると、さらにちょっとこう、ゾッとするというか、いろいろこう、想像ができる話かなと思って、すごい話です、ね。獲物をなんか、しとるときに甘い香り出す植物みたいな。ああ、はい、そうですね。はい。確かにそう考えたら逆はもう結構序盤から始まってたってことですね。そうっすかね。怖っ。怖っ。そう考えたら怖っ。いや、そうですね。だその逆のパターンが聞いたことあったんですよ。つまり、最初怖い悪霊かなと思って、恐れていたんですけど、いろいろこう霊媒師さんとか見てもらったら、いや、それは実はいいものですよっていう話は聞いたことがあって、だから直感的になんか幽霊見たときに、慣れてる人はまあ違うかもしれませんけど、やっぱこう怖いっていう感情になりがちなところが、その秋元さんのケースは違ったっていうか、またそれはそれで不気味だなというふうに思いましたね。いやー、面白いですね。その解釈は。うん、はい。なんか新鮮で。本当そう。こうやって変化していくんだなって思いますね、階段って。はい。ねえ。なんか、いいですね。味わい方が何通りもあっていいですね。はい。ありがとうございます。うん、いやー、面白いお話でしたけども、翼さんいかがでしたか？今の響さんのお話を聞いて、さらにちょっとなんか、うって思ったのが、この方以外全員知ってたんですよね。出るのを。ね、もう、その店にいた全員、その、女の子に、なんていうか、ね、騙されてたのかな、みたいな。もう、みんな甘い香りに。みんな甘い香り。怖いな。そうですね。統治してるじゃないですか、もう女の子が。なるほど。ボスですよね、もう。うん。ああ、って考えたらどんどん怖くなるな。いい話ですね、これ。
いいですね。なんか、はい、噛み締めちゃいますね。お手元さんの余白の残してくれ方が素敵です。そうなんですよね。お手元さん、僕、まとめ方がすごい好きで。はい。ありがとうございます。うん。いろんななんかお話聞かせていただいたんですけど、どれもこれもなんか、ちょっとこう、うん、こちらが楽しめる余白を残してくれる感じがね、いつもすごい好きで。お声掛けさせていただいた感じです。ありがとうございます。そんなそんなもう、そんなそんな。ありがとうございます。素直に素直に受け取らせていただきます。ありがとうございます。はい。うむ。さあ、青野さん。はい。どうしましょう。そしたらホームタウンさんかな次は。お、ホームタウンさんいいですか。はい、今の話聞いてちょっと僕もまあさ割と最近聞いた話で一個面白い話があって。あら素敵。まあ、世の中にはいろんな恐怖症ってありますよね。うんうんうん、まあ、高所恐怖症、高いところが苦手とか。うん、僕無理です。はあ、ね、あと、閉所恐怖症、まあ、狭いところが苦手とか。はあ、ね、まあ、そういう、なんかやっぱいろんな恐怖症がある中で、うん、私、カーテン怖いんですよっていう女性がいらっしゃって。まあ、スミさんっていう女の子なんですけど、カーテンが怖いっていうんですよ。ゴスミさん、まあ、ある病院で、まあ、働いてらっしゃいまして、これ、東北にある病院なんですけれども、うん、昔、その入ったばかりの施設で、時たま、お仕事をしていると、カーテン開けてくださいって、おばあちゃんの声が聞こえるんですよ。で、まあ、この病院、まあ、割とこう、寝たきりの方が多い病院でいらっしゃったんで、で、まあ、そういう、こう、まあ、入院患者様のケアとかをしているときに、カーテン開けてくださいって、おばあちゃんが必死に言ってる声を聞くんですって。で、先輩に、あれ、カーテンって言うと、その先輩が、ああ、いい、気にしないでって言われるんですって。うん。で、ってなるんですけど、しばらくするとその声は止むんですって。で、そんなことがあって、病院のその入院のまあ看護師さんのお仕事の中で、まあ24時間体制なので、夜勤っていうのもあるんですよ。まあ1日2交代、3交代というシフト制なんですけど、その夜勤の時に引き継ぎのこう紙で、こう、ここの病室の患者さん今日どうだかとかっていうのをやるらしいんですけど、その引き継ぎの病室の横、番号の横にたまにカーテンって書いてあることがあるんですって。これなんだろうって思って。でもなんかみんなあまりこうそれを触れたがらないとか、何も、てか当たり前のようにこう、ああ、みたいな感じで、あまりこう詳細を教えてくれない。で自分も新人だし、それ以外の仕事も結構手一杯だったから、まあとりあえず、まあ気にしないでって言われたら気にしなかったんですけれど、初めての夜勤の日に、まあステーション、ナースステーションってところでまたこうお仕事してたら、カーテン開けてくださいって、おばあちゃんの声が聞こえたって言うんです。で、あ、まただと思って、一緒に働いていた先輩が、ちょうどお手洗いで手を、席を外してたところだったんで、どうしても気になっちゃって、その場所行ってみようと思って。で、見ると、引き継ぎのその病室の横にカーテンって書いてある部屋から確かに聞こえるんです。で、カーテン開けてくださいずーっと言ってるから、まあちょっと好奇心もあって、まあもちろん怖かったのもあるんですけど、まあそういうお仕事をされてるんで、不思議なことっていうことには、割とこう、抵抗がないというか、まあ、ある、そういう経験をしたことも一個や二個あったんで、まあこれも何か、そういうことなのかなと思いながら近づいてったって言うんです。4人部屋の病室の奥のベッド、確かにカーテンが引かれてて、そこから、カーテン開けてくださいって聞こえる。見ると、そこの病室ってそのベッドを使われてないはずだったんです。だから、まあ怖かったんですけど、でももう確かめないともう、そのどうにもこう収まらなかったんで、思いっきりカーテンガッと開けたんですって。そしたら、ベッドの上に、おかっぱの女の子が立ってたって言うんですよ。
で、その女の子が笑いながら、カーテン開けてくださいって、おばあちゃんの声で言ってる。でもさすがにびっくりして、まあ、走ってステーションに戻って、で、先輩がちょうどお手洗いから戻ってきてたんで、先輩、すいません、カーテンって言ったら、え、何？開けちゃったの？って言われて、で、まあ、今見たことを言って、したら先輩が教えてくれたんです。まあ、実際、たまにそういう声を聞く人がいると。この働いてる中で。で、大体はその声を聞いていくと、まあ何もないそうなんですけど、本当に時たま、女の子見る子がいるって言うんです。で、過去に女の子見た子がいたらしいんですけど、その人はもうノイローゼでやめてしまったって、そういうふうに聞いたそうなんです。で、このスミさん、まあ、この話をしてくれて、だから私、カーテン開けるの怖いんですって言うんですよ。で、なんかそれからもずっとカーテンの声聞こえるんですかって言ったら、カーテンの声は病院にいるとたまに聞こえる。だけど、まあそういう時はもう無視している。だけど、それ以外の場所、病院以外でも、自分の家とかでも、たまにカーテンを開ける時に、笑い声がすることがあるんです。そんな時は、窓の外に、どこかに女の子が立ってるって、そういうお話聞かせてもらいました。カーテンを広くしようというお話でした。ああ。てか、怖いや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 、見てないですけど、聞いただけでも恐怖症になりそうですわ、こんなん。ね、移動し、ってか、ついてきちゃってるというか、ね、ひびきさん、これは、結末が嫌ですよね。これはちょっとやばいっすね。ね、いや、なんか、うわ、怖いな、ま。今でもそういうふうに悩まされてるっていう、っていうのも怖いですし、それこそ、稲川淳二さんの話で、タイトルありますよね、アミさん。タイトル忘れましたけど、病院で、お母ちゃん、お母ちゃんっていう子供がお母さん呼んでる声がすると。ああ。はい。で、その入院した女性の方ですけどね、体験者の方は。で、病室のどっかの病室でお母ちゃん、お母ちゃんって子供が泣いてる声がする。で、ある日の夜、その声を辿って行ってみると、とあるこのカーテンに仕切られたベッド、その中から、お母ちゃんと声がすると。で、カーテンそーっと開けた中見たら、老婆が、おばあさんが空を見て、お母ちゃんって言ってるけど、それが子供の声だったという話がありますけど、うん、もうそれの逆パターンというか。全くそうですね。はいはい。うん、多分そういう事例ってやっぱあるんですかね。いや、子供の姿で、その子供の声帯で、おばあちゃんの声が出る理由って何なんだろうなって考えたら。なんかよく亡くなった後に自分が一番輝いてた時の姿で出てるわけもあるなんて話も聞いたりするし、どういう作用なんだろうなとかで考えながら聞いてましたね。いや、不気味ですね。ねえ。いや、まあ、姿と声のこともひっくるめてですけど、茜さんとかは聞いててどんな感じでした？あ、まずホームタウンさんのカーテン開けてくださいの言い方が怖すぎて確かに怖い怖いってなりました。すごく怖かったですね。はい、怖かったです。で、アミさんが言ってたみたいに、なんでおばあちゃんの姿なのにおかっぱの女の子がいたのかなって、ちょっと私もやっぱり疑問に感じたんですけどなんか最初聞いてるときは、なんか本当におばあちゃんがそこにいて、うんうん、で、なんか外から何かが来てるから、怖いから開けてくださいって言ってるとか、中に何かがいて、ちょっともう耐えられないから開けてくれって言ってるのかなって思って聞いてたんで、それが全くなんか違う結末だったので、ちょっとなんか、まあおばあちゃんがもともとそこで怖いことにあってというか、そのおかっぱの女の子に何か怖いことをされて、そこにその声というか念を残したとか、なんかそういうこともあるのかなとかも考えたんですけど、
うんうんうん、なんかこう、まだ、なんか私の中では、いまいちこう、しっくりきてなくて、ちょっといろいろまた考えたいなっていう感じではありますね。ねえ、考えちゃいますよね。うん、そうですね。いや、面白いです。青野さん、どうでしょう。いやー、ホームタウンさんのね、おばあさんの声真似が上手。とっても上手でした。ありがとうございます。はーい。はーいじゃないよ。いいですね。いいです。とてもいいです。内容的にはどうでした？内容的にはもう、あの、さっきのお手元さんのから続き、あの、うん、まあ、おぞましいじゃないけど、なんだろうな、うん、ちゃんと嫌な感じのする、お盆にふさわしいお話だと思っておりね、うん、はい、なんか楽しんでます、すごく。なんかでも、このお話、内容触れてないね。なんか聞かせてくれた、その、まあ、すみさんって方、あの、まあ、うんうん、確かに怖い思いはしたんですけど、でもこれ、なんか実害は特にないらしくて。うん。言っても、この、本当に、まあ、カーテン開けるのは怖いんですって。それは、はいはい、開けるときに、笑い声がしたら女の子がどっかにいるからなんですけど、でも、ま、それも、時たまで、あの、毎回ではなくて、で、いるからって何かされるわけでもとりあえずないらしくて。だから、なんかまあ、そうですね。遊んでほしいのか、かまってほしいのか、なんかそういうものなのかなというふうには今は思ってるらしいんですけど、最初の頃はまあ、やっぱ怖かったっていうふうに。なんか今ちょっと、まあ、慣れてはいるみたいですけど、カーテン開けるのは、引き続き怖いっていう言ってました、ね。ああ。まあ、でも一回でもそんなことだったら、それは恐怖症になりますよね。怖いですよね。なんかね、前聞いたのが、入院した、おいくつぐらいかな、多分、パッと見で50ぐらいだと思う女性の方だったんですけど、ちょっと、まあ、体悪くされてて、それでもなんか結構回復も早くて、でも一応入院してるっていう状態で元気だったらしいんですけど、うん、4人部屋のなんか、右奥の、ベッドだったらしいですね。で、みんな4名とも自分含めて、あの、まあ、女性で、自分以外は自分より年上の方々ばっかりの病室で、で、なんかね、あの、年代的にもそんなにめっちゃ離れてるわけじゃないから、病室の中で会話も割とするぐらい仲良くなって、とはいえ、やっぱり夜とかは、まあ、自分のベッドを、周りをカーテンで区切るみたいな感じだったらしいんです。だから、真ん中の通路挟んで反対側の人とも喋ったことあるし、隣のベッドの人とも喋ったことある。斜め向こうの人とも喋ったことあるっていう状況で、隣のベッドがちょっとおばあちゃんなんですね。で、そのおばあちゃんが夜中に、ちょっと、みたいなことを言うんで、あれ、なんか話しかけられてるのかなって思って。で、自分はまだまだ全然眠くもなかったんで、普通に返事でもしようかなと思ったら、ちょっとっていう、この聞こえ方的に、なんか、こっちに向かって言ってないなっていう、なんか声の通り方というか、反響の仕方というか、あれと思って、それでもなんか困ってそうではあったんで、どうしましたって言うと、カーテンシャッと上げて、こっちに、ごめんなさい。なんかね、私のベッドに誰かいるのって言ってきたらしく、え？って言うと、子供がいるのって言うんですよ。でも、その病棟、まあ、子供が入院するような感じじゃないというかね、あの、年齢層ちょっと高めの方々ばかりの、フロアでもありますし、夜中だから、まあ、子供、誰かの子供がお見舞いに来てるとかもありえないしって考えたときに、おばあちゃん、もしかしてなんかそういうこと言っちゃったりとか、想像してしまっちゃったりとか、そういう方なのかなって思いながら、おばあちゃんのことを、あ、そうですかって見ながら返事してると、おばあちゃんのその向こうに、おばあちゃんのベッドを囲んでるカーテンが見えるんですけども、
今おばあちゃんが飛び出してきたもんだから、カーテンが数十センチ隙間ができてて、その隙間からおばあちゃんのさっきまで横になってたベッドが見えるんですけども、そこから子供が本当に覗いてたらしいんですよ。で、それ見たときに、え、子供いるやんと思って、おばあちゃんと共にそっちにちょっと歩いてって、シャッって開けたら、もういなかったらしくて、とりあえず、看護師さんに報告をしようっつって。報告したら、夜勤中のその看護師さんが30ぐらいの方なんですけども、とはいえ結構この病院にお勤めして長い方だったらしくて、その女性の方が、ああ、なんか子供ですよね、なんかはい。いや、そこのベッドにってわけじゃないんですけど、看護師の間でもなんかたまにそういう話になるんです。なんか、どうしたらいいですかねって言って、入院してる本人も、そのおばあちゃんも、ねえ、どうしたらいいんですかねって言って終わったっていう話です。なんかでも、僕らは階段好きだから、その後こうなった、なったって考えたいけど、なんか意外にそういう人たちからしたらそんなもんなのかなって。なんかやっぱり、与えてる中でのこう、日常にその怪異っていうのが当たり前に起こる現場みたいで、やっぱり、働いてる中の人の、その、まあ、ある一定数だとは思うんですけど、見る人の中にはやっぱり、だから、ね、なんか、そういうテンションになるのかなっていうのも、なくはないですよね。そうですね。僕もだから、福祉の専門学校出てるんで、同級生が結構働いてるんですけど、結構ね、見たり聞いたり感じたりが当たり前みたいで、リアクションをもう取らなくなっちゃったみたいな話も結構聞くんですよね。なんか面白いなって思います。そういうの。どういう感じですけど、青野さんどうでしょう。お上手ですね。いや、いいのよ。それはもういいのよ。まず最初にね。いや、いい話。なんか、最後の一言が好きですね。なんか、どうしよっかねっていう、こう、なんか、なんですかね、おおらかな感じというか、これぞ、なんか、なんか、一般の人の感覚なのかな、みたいな。そうそう。ネズミとかゴキブリ出た時の対応とそんな変わんない感じが、リアルで好きですけどね、僕なんかは。ああ、そうですね、確かに。なんか、必要以上に怖がらなくてもいいっていうのを、またそういう、言ったね、このおばあちゃんとかが、なんかこう、教えてくれてる感じもして、すごく好きでした、なんか。確かに、そうですよね。だから、やっぱ階段とかって、って物語にすると、展開的にはね、なんかお祓いだとか、その後、あと調べてみたらとかって展開ありますけど、案外ね、まで人によってはもう普通にね、もうどうしようねで終わりっていうことも結構あるんだろうなって、思いますよね。と思います。なんか、結構最後の一言で階段ってこう、右に左に分かれますよね。怖くなったり。その体験者の方が、怖くないっていう言い方をすると、ほっこりしたりもするし。なんかそういうのってすごい感じる。そこになんかカラーをすごく感じますね。確かに。まあでも実際、まあお話としてはちょっと面白いですけど、現場絶対嫌ですけどね、こんな体験するの。そうです。そうですかね。僕はもうすごい見たくてしょうがないんで。カーテンをバンバンめくると思いますよ、本当に。いや、そんなことしちゃったら、青野さん自体がお化けか妖怪だと思われますよ。見たいけどな。妖怪カーテンめくり。妖怪として存在します。いや、ダメですよ、ゾンビなんだから。ややこしいな。そうか、そうか。失礼しました。いや、ゾンビで失礼しましたって何？あ、いいですね、なんかね。ぐちゃぐちゃな顔で。
そうですよね。まあ、病院ってそういう感じだったりする、まあ、日常っぽかったりするのかなとか、ね。聞きますよね。やっぱり医療関係の方とか話、僕私も聞くことあるんですけど、うん、もう慣れてしまってると。うん、もうなんかそういうの、うちの病院もであるけど、もうそれどころじゃなくて、まあ、やっぱ忙しい、夜勤中忙しかったりとか、もう構ってられないって方もいらっしゃいましたし、一回目と印象的なの、逆にリアルだなと思ったのが、これ病院じゃないんですけど、はい、僕の友達が家借りようと思って不動産屋に行ったらしいんですよ。で、不動産屋に行って、はい、まあ家を探したらしいんですけど、その彼も結構階段を借ると好きで、不動産屋に、やっぱ幽霊出る物件とかってあるんですかねみたいな聞いたらしいんですよね、僕の友達が。そしたら不動産屋の人が、うん、僕は幽霊とかは、正直信じないんですよ、と。ただ、うん、この仕事してたら、そういったものがあるというふうな前提を置かないと、もう仕事にならないんですって言われたことがあったらしくて。ほー。で、その人が勤めてる不動産屋では、割とこう近くに、いくつか、近くっていうか、いくつか持ってる物件で本当に幽霊が出るっていうクレームがすごい来るとこがあったらしくて。なので、僕は見たこともないし信じないですけど、うん、もうそういったものがあるんだということを、もう認めないと仕事にならないんですよって、その言葉が結構リアルで、お、身近になるとそういう感覚になるのかなと、まあその病院もそうかもしれませんけど、なんかちょっと思いましたね。うん、そうですね。なんか、不動産屋さんとか看護師さんとかは身近なんでしょうしね。うん、どうなんでしょう。日本看護師さん詳しい協会会長の翼さん。はい、大学で看護学専門に研究します、翼です。いや、してないやろ。してないやろ。いや、めちゃくちゃリアルな話なので、実際出たらそうなりますよね。どうしようもできないですもんね。ね、そうお払いだなんだってならないですもんね。お払いの当てもないでしょうし、でどうするって一言めちゃくちゃリアルで、どうしましょうかねって。うん、そこにでも青野さんがいたら別の階段だったのかなって想像しちゃいました。多分。同じ起きた現象によっても誰が体験するかで全然変わりますからね。いや、ほん。こういうお話、お手元さんはいかがでしたでしょうか。ホームタウンさんのところから、ミュートにして聞いてたんですけど、うわーって叫んでましたね、車の中で。全然ミュートにせずに叫んでくれた方がなんか、いや、ね、謎の声。いやー、やっぱりこう病院なんですけど、こう、まあ、ホームタウンさんのお話も、アミさんのお話も、我々の日常にもあるアイテムがカーテンだったりっていうのが関係してくるんで、うんうん、ちょっと実生活に影響を及ぼしそうですね。なんか、私はちょっと、カーテンの隙間嫌になっちゃいましたね。本当ですよ。ホームタウンさんのやつなんか特に結末的にはもうだって別の場所でもってことですもんね。そうですよね。だから。本当さっき響さんもおっしゃられてましたけども、その、怪現象が起きてるのにそれがもう日常の一部になっちゃうってあたりが、そこも、それはそれで、やはり、なんか不気味だなとも思いますし、いろんなことを考えながら、はい、聞いてました。ホームタウンさんのせいでちょっとカーテンが嫌いになりました。あとあの声は、おばあちゃんの声はちょっと残りますね、やはりね。よくないです、あれは。はい。あれ、褒めてもらえるフェアじゃないの？あ、褒めてます、褒めてます。ああ、そっかそっか。いや、うん、いい意味でね、はい。いいですね、いい意味で。はい。さあ。青野さん、はい、どうしましょう。翼さん、いけます？はい、病院のベッドの話のみですよ、翼さん。いや、なんでですか。嘘。なんでもいいのよ。聞かせてください、翼さん。じゃあ病院のベッド以外でお願いします。優しい。最近聞いた中、うおーと思ったお話をちょっと聞いていただきたいんですけど、この方が小学生の頃に宿泊行事があったっていうんですね。一応那須高原の方に宿泊行事に行ったっていうんですよ。で、1日目結構予定詰め込まれてて、もう部屋入ってすぐ寝ちゃったんですって。就寝時間とかもうそんな関係ないぐらいの早さで寝ちゃったっていうんですよ。そう寝てたら、友達の叫び声で目覚ましたって言うんですね。で、
びっくりして起きてみると、友達が一人だけ布団から飛び出て、顔を青ざめてるんですって。で、まだ小学5年生って言ってたかなぐらいのちっちゃい時なので、まあ、その子もね、なんかこう、すごい慌てつつ説明をしてくれるんですけど、要領は得ないんですって。で、その子が言ってたことを、まあ、要約すると、目覚ましたら、空中にめちゃくちゃでかい顔の女の人が浮かんで、くる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 回転してこっち飛んできたって言うんですって。で、それ聞いた時に、全然怖くねえじゃんと思って、いや、みんなちょっとバカにしたんですって。いや、そんなめっちゃでっかい顔の女の人くる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 回って飛んでくんのとかつって。でも、その友達だ、声を上げた友達だけは、いや、本当に見た、本当に見たって言って、もう聞かないんですって。で、しょうがないから、先生呼びに行こうつって先生呼びに行って、で、先生が来てもまだそれを言い続けるんで、あ、じゃあ、今日はこの部屋じゃなくて、生活指導の先生の部屋で一緒に寝ようっていうことで、その子だけ部屋連れてかれたらしいんですよ。で、時間見たら、まだ全然もう日も超えてないぐらいの浅い時間だったんですって。で、もう一回寝るかって、みんなで、ちょっとバカにして、ぐるぐる回ってたんだってとか、こんなでっかい顔出てきたんだってとか、バカにしながら、寝たんですって。したら、また目覚めるんですよ。でも、今度は誰かが叫んでたからとか、そういう理由じゃない。自分の体が動かないんですって。で、ただね、これ、金縛りとちょっと違うのが、首から上は普通に動くし、体はもう動きそうな気がする。で、なんで動かないのかっていうと、ものすごい倦怠感とか痛みとか、インフルエンザにかかった時みたいな、そんな症状が首から下に思いっきり出てるんですって。で、動くのが辛くて動けない。ただ、首は動くし声も出るので、そ友達また叫んで叩き起こして、で、残りの友達も、またかよと、今日2回目だぞっていう感じで起きてきたらしいんですけど、その彼の顔を見たときに、いや、お前大丈夫かって、急にこう真剣になって布団を剥いでくれて、でも体に何の異常もない。ただまだ動けないんですって。で、なんかこれ変なこと起こってるなっつって、また先生呼びに行って、先生もまたかよって来るんですけど、顔を見た瞬間、いや、お前大丈夫か、これ一旦、同行してくれてる看護師の人に見てもらおうって言って、そのベッドからこう先生が担ぎ上げてくれた。で、その時に、もうふってその体の調が消えてたんですって。で、あ、もう先生大丈夫ですとかって言ったらしいんですけど、先生がいやいや、尋常じゃない顔だったから、今日はもう、その看護師さんに見てもらった後、先生と一緒に寝るぞって言って連れてかれちゃったっていうんですね。で、結局でもそこで体調も完全復活したので、次の日のイベントには普通に参加したらしいんですね。そこでも、昨日の夜こんなことあってさ、つって、めっちゃでっかい顔がぐるぐる回ってたんだってとか言ってバカにしてたんですけど、その友達、飛び起きた友達は、やっぱちょっと不機嫌なんですって。いや、本当に見たからって。その日のイベントはまあ、普通に過ごして、で、その日のまた夜ですね。夜また起こされるんですよ。で、またかって思ってみると、今度は、先生が立ってたんですって。で、先生が、お前らちょっと起きろって。今日ちょっとまた、こっちの部屋で寝るぞって言って、今度は3人とも全員、その生活指導の先生の部屋に連れて行かれて、結局4人で先生の部屋で寝たんですって。で、そんな体験をしたことがあるんですって言って、まあ僕に話してくれたんですね。で、あ、なんか、どっちかっていうとちょっとじゃあ、体験した時は怖いっていうよりも、なんかファニーな感じだったんですかね、なんて聞いたら、いや、これ、その当時、すごいこの話してて、みんなでめちゃくちゃバカにしてたんだけど、高校生ぐらいの時に、ちょっと考え直した時、ことがあって、あの時子供だったから、まあバカにする、まあちょっと怖いって思いもあって、バカにして何とかしようって思いもあったし、ちょっとこう、表現が過剰だったっていうのもある、だと思う。これ、一個一個、しっかり今になって想像していくと、顔がすっごいでっかいって言ってたけど、それを僕らの顔、普通の人の顔よりちょっと大きくしたぐらいにとどめる。で、くるくる回転してたって言うけど、そんな高速で回転したわけじゃなくて、横向きにゆっくりと回転速度を落としていく。そうすると、これ、首をくくった人の、がこう、首がむく、顔がむくんで、それが、こうゆっくり動いてませんか。で、しかも飛んできたっていうのも、あいつは大げさに言ってたけど、コロってちぎれて首がこっちにトントンって来たんだったら、
なんかわかる気しません?って言われて。で、その彼が寝てた場所っていうのが、その飛び起きた子が、そこに浮かんでたって言った場所の真下だったんですって。だから僕もしかしたら、ちぎれちゃった体のところで寝てたのかもしれないんですよね。未だに先生が何見たのかもわかんないし、完全に僕の想像なんですけど、いや僕そんな感じするんですよねって、そんなお話聞かせていただきました。いやーははー、いやすごい、あかねさん、これもまた嫌な話ですね。そうですね。今のちょっと想像するとそういうことかと思ってすごく怖くなりましたし、別な、首から下が、なんかこう、だるくなったっていう、あのエピソードも、その、ちぎれた体のところで寝てたから、ちぎれた体の感覚みたいな、脳がこう、映ったというか、同じように体感したのかなとか、思うと、すごく怖いですね。いやーすごい話ですけど、お手元さんいかがでしたか？いや、翼さんの怪談って、うん、最後の最後に結構大破局が訪れるんで、破局もうやっぱりこう、構えながら聞いてたんですけど、そう、なーうわーっていう感じになりましてね、本当に。うわーって言いたくなりますよね。いや、嫌ですね、嫌いですね、翼さんの怪談は。いい意味で、はい、いや、いい意味でつければ何とでもなるってわけじゃないですよ。あ、でも確かにそうだなと思いながら、想像すればするほどもう、もう気持ち悪くて、しかもやっぱり子供の体験があってあたりも、なんか生々しいですし、ね、はい。いや、よかったっすね。翼さん嫌いですって。いい意味で嫌いって言ってましたよね。どういうことでもいい意味ですもんね。そうです、いい意味で、はい、いい意味ならいいですもん。そうですね。でも確かにちょっとはもうその階段嫌いっすわって、確かに褒め言葉っちゃ褒め言葉ですもんね、だいぶね。ちょっと嬉しいですね。そうですね、なんか変な世界ですね。確かに。うん、いや、どうだろう。ホームタウンさんはどうでしたか?嫌いですか?そうですね。まあ、やっぱり、こう、本当に、彼の話は、やっぱり油断して聞いてると、本当に、ろくでもないことが最後に起こることが多々あるので。ろくでもない?いい意味でろくでもないですか?いい意味でもろくでもないですね。本当に。いいです。ろくでもないだなんだ言われることあります？ないです。僕の人生で言われたこと初めてです。階段やっててよかったですね。階段やってなかったら、いい意味でろくでもないなんて言ってもらえることなかったですからね。そうですね。よかったですね。油断して聞いちゃって、やっぱりろくでもなかったりするところが。いやー、そうですね。本当に。まあ、もう、かれこれ1年ぐらいの付き合いになりますけど、本当に彼は、うん、一番最初はですね、すごく、まあ、なんですかね。ちょっとこう、引っ込み思案の陰キャな感じの、うん、雰囲気を醸し出していたんですよ。SNS 上とかで。はいはいはい。で、まあ実際にこうね、一年付き合って分かったのは、まあ本当に、とんでもないサイコパスだったっていうところだった。それ、住むためにね。はい、いい意味で。住むのは相当でっかいいい意味でが必要になってきますけど、大丈夫です。住み切れない。いや、もう本当に。なので、まあ、そういったね、彼の、やっぱり、キャラクターというか、そういう、少年、うん、少年の部分が、やっぱ階段にも現れてる。少年の部分いい意味でですよ、本当に。今の階段僕。階段一本喋っただけで、ろくでもないとか、少年とか言われるんですね。なんか、キャンペーンを終了したんですかね、僕、やってる間に。
まあでもぐらいなんかね、ちょっとドープなお話とかを翼さんを放り込んでくる人のイメージがあるってことですもんね。ありがとうございます。まあでもどうなんでしょう。響さんとかはどうでした今みたいな結末のお話は。いや、まあいろいろこう面白い部分はあるんですけど、はい、まあでも、結構なかなかいいですよ。いやっすよね。その、無理してくれるとか言わなくていいですからね。振りじゃないですか。あ、一回戻した方がいいですかね、一回。いや、違う、振りじゃないですか、いや、でもちょっと内容的にはあれですね、僕、すごい、まあ、怖いですし、ちょっとえぐいじゃないですか、やっぱまさかその現場にいたかっていう。ただ、ちょっと思ったのが、あれですね、僕もそのいくつか階段集めてて、その、幽霊の動きとかの時間軸がちょっと違うっていうケースってたまに聞いたりするんですよ。僕が聞いた人だと、どっちか、むしろスローモーションにの動きのように見えたと、幽霊が。っていうケース聞いたことあるんですけど、今のお話でしたら、逆にちょっとこう、ぐるぐると、つまり、早送りしてるような状態っていうふうにも捉えられますよね。その、首が。だから、ちょっと首をつって亡くなられた方の、その、空間の記憶みたいなものが、ちょっと時間軸を、がずれた状態で目撃してしまったって考えたら、それはそれでちょっと非常に奇妙なケースだなと思って、ちょっと興味深く聞いてましたね。だいぶえぐいですけどね。いや、もうこれはでも実際そうですよね。結構やっぱ首吊りの、ね、こうまあ、悲しい話ですけど、ご遺体とかってやっぱ自分の体の重みで首がやっぱりこうぐーっと伸びてしまったり、うんうんうん、それこそもう首の骨とか背骨とかが全部こう外れてしまうというか、うんうん、っていうケースになるって話も聞いたことありますんで、うん、まあそんな場所でね、これはもう、翼さんちょっとえげつないですね、翼さん。いい意味で。いい意味で。いい意味で。よかったですね。いい意味でなかったんで、ちょっと。いい意味ですよ、もちろん。はい。ごめんなさい。ちょっと僕もやりたかったんですけど、ごめんなさい。本当にごめんなさい。いや、よかったですよ、翼さんも。僕もね、翼さんもいい意味で殴りたいって思ってるんでね。いや、もう無理でしょ。それはもう、無理かわかんない。いいお話。物理的に暴力に出たらもういい意味とか意味わかんないですよ。いやいや、ほんとね、そう、ホームタウンさんのおっしゃるとおり、翼さんのって、最後に、やっぱ予想もしてなかった、うん、いい裏切りがあるんで、うん、僕は大好きなんですよね、翼さんのお話。いいですね。良きです。良き夜です。はい。青野さん。はい。お願いします。ふと思ったことがあって、さっき、お盆のど真ん中でって言ってるときに自分で気がついたんですけど、今日うちの母の誕生日なんですよ。ああ、はいはいはい、うん。で、母から聞かせてもらった体験談、母の体験談、話してみていいですか？あ、おほうほうほう。全然怖くもないんですけど、高校生のときに、うん、母が、まあ、僕にその食卓囲んでる時に話してくれた、うん、母の体験なんで、で僕、じいちゃんが、57歳で食道がんで亡くなっちゃったんですけど、若くして亡くなっちゃったんですけど、うん、僕が、まあ、青野家の、一番最後の男の子っていうことで、まあ、昔の人なんで、その、名字継いでくれる孫ってめちゃくちゃ可愛がるんですよね。はいはいはい。で、まあ、その、もう、どんだけ可愛がってくれたかっていうと、じいちゃん川口に住んでて、僕ん家目黒なんですけど、仕事終わると毎日来てくれてたんですね。で、夕方6時ぐらいになると、もう、まあ、昔の家なんで鍵とかかけてないんですけど、バターンって入ってきて、りょうっつって、いるかっつって、で、いつも遊んでくれてたっていうのがあったんですけど、まあ、それぐらい可愛がってくれてて、さらにその、まあ、最後、人生最後、亡くなる寸前の言葉が、りょうは寝たかって言って、
息を引き取った。まあ、とにかく僕のことを可愛がってくれてたと。で、まあ、葬儀が終わりまして、数日って言ってましたかね、母がいつもの通り、まあ、夕方、5時から6時からということで、夕げの支度をしてるときに、バターンって音が鳴ったんですね。で、その時に、あ、おじいちゃん来たって母は直感的に思ったと。で、おじいちゃん来てくれてたんだよ、しばらくなんて。それがもう数日続いたっていうもんですから。で、それ高校生の時の僕は、まあその話を母に聞かせてもらって、いや、申し訳ないけど、それは、じいちゃんじゃなくてさ、近所の子供たちがさ、ドア開けて閉めたりとかって、いたずらでやってたんじゃないって。僕自身も当時、そういう、まあ、鍵かかってない家が多かったんで、マンションの一室一室を、ドア開けて閉めてって、いたずらなんかしたんで、それじゃないかって、言ったら母が、ものすごい嬉しそうな顔しながら、うん、でも違うの、パターンってなった後に、向こうの部屋にいる寮がキャッキャキャッキャ言い出して、さらに、おじいちゃんのタバコの匂いがちゃんとしてくる。だから、あれはおじいちゃんだったと思って、その、言っている母の顔が、とても、嘘ついてるように見えなくて、なんかほっこりしたなっていう母の体験談でした。ありがとうございます。うわぁ。おめでとう。お母さんおめでとう。いやぁ、素敵なお話でございました。あかねさん、いいですね、こういうのもね。そうですね。なんかほっこりしますね。やっぱりちゃんと、青野さんが子供の時にこう、キャッキャって、こう、ちゃんと反応してたりとか、なんかタバコがしたりっていうのも、うん、やっぱりお母さんにはわかるっていうのもなんかジーンとしますしね。すごいいいお話を聞かせていただきました。いやー、素敵ですよ。お手元さん、青野さんにもちゃんとこういう心があるんですね。いやー、階段お上手ですね。うるさい。いや、うるさい。帰ってきた。いや、私も亡くなった母方の祖父が、パイプを吸う人だったんですよね。うん、で、独特の匂いっていうのは、やっぱり、それを嗅くと、やっぱおじいちゃん思い出したりするんで、うんうんうん。なんかやっぱりそういう匂いとか、その人が生きてる時のそういう痕跡って、やっぱり、特に家族にはこう、大切に残ってるんだなぁ、なんて思いながら、ね、なんか、いいですね。いい話ですね。いいですよね。さあ、全日本、タバコの煙協会理事長の、どうでした？属しすぎです。5箱吸います。翼です。よろしくお願いします。いやいや、吸わないでしょ、5箱も。もうアミさんの言うこと全部吸収していくんで、もう。やめてください。いかがでしたか、翼さん。僕、ちょっと、もう、うん、亡くなる前の一言とか、ちょっともう、ジーンときますよね、あれ、たまらなかったですね。あれ、ちょっとたまんないですね。うん。階段って、こういう気持ちになれる、こう、なんて言うんだろう、あったかい気持ちになれるやつもあるから、僕大好きなんですよね。うん。うん、まさか、そんなゾンビアイコンの人からこんな話聞けると思わない。確かに今、ゾンビしてこの話してるよっていうのを知ってほしいなって。おじいちゃんに。もう、ゾンビして話したぞ。確かに面白いですね。いや、すごい、青野さん素敵でした。響さん、いかがでしたか？いや、まあ、ちょっといい話っすね。で、あとやっぱその香り、ですね、そのタバコの香りというか、なんかそういう形でこう存在をこうふっとこう感じれるっていうのはとてもいいですよね。いいですよね。そう、だから結構どうですかね、やっぱその香りって結構人の記憶と割と密接につながってるみたいな話も聞いたことありますし、うん、なんかちっちゃい時に、ね、そうですよね、ちっちゃい時に行ったこう親戚の、もしくはおばあちゃんの家とかの家の匂いとかって、やっぱ結構その、匂いをこう嗅ぐとまたその時の記憶を思い出すみたいなのがありますけど、もしかしたらこう、うん、その霊の方にも何でしょうね、こう自分の存在を伝える時にそういった形でこう現れるケースも
あるのかなと思うと、なんかすごくいい話ですね。あるのかもしれないですよね。いやー、面白いお話。コムタムさん、どうでしょう。はい。いや、本当にね、やっぱり、こういう、なんでしょう。お盆に帰ってきたりとか、まあ、夢枕に立ったりとかあって、うん、本当にこう、お話集めてる中で結構な頻度で聞くことがやっぱりあって、で、やっぱり、これだけこう、同じような体験をやっぱしてる人がいるっていうことは、もう何か多分、そういうロジックがあるんじゃないかなと、いう気がしますよね。その、再現可能な何かなんじゃないかなっていう気がするぐらい、やっぱり、ありますよね。そう、もう、ほんと同じような体験みたいな。三つの川の話とかもやっぱそうじゃないですか。同じような風景をみんな見るっていうのは、臨死体験の中で、やっぱりこう何かあるんじゃないかなっていう、うん、ちょっとこう、そうですね。ね、面白みというかね、うん、そういう未知の期待みたいなのはありますよね。うん。ありますよね。うん、いやー、青野さん。はい。どうしましょう。お手元さんのもう一話聞きたいな。了解しました。はい。では、青野さんのお話に、こう、つなげるわけじゃないんですが、うん、まあ、家族にまつわるお話を、じゃあ、させていただきたいと思うんですけども。あら、みんな素敵ですね。はい、はい。よろしくお願いいたします。はい。これ久保木さんという、久保木さんという40代前半の会社員の方から聞いたお話なんですけども、10年ほど前に、久保木さんは奥さんと6歳の息子の圭介くんと1泊2日で千葉の九十九里に旅行に行ったんですね。で、その2日目に泊まってた旅館をチェックアウトして、久保木さんたちはこう、海岸の砂浜に行って、こう、圭介くんを波打ち際でパチャパチャ遊ばせてたんですよ。で、途中で圭介くんが、トイレ行きたいって言い始めたんですね。で、奥さんが圭介くんと手をつないで、近くにある簡易トイレに連れてったんですよ。で、砂浜に、まあ、久保木さん一人残って、まあ、ぼんやり海を眺めたりしてたんですけど、10分ほど経って二人が戻ってきたんですね。で、久保木さんそっちを見て、一瞬、目を疑ったんですよ。奥さんが知らない男の子と手をつないでるんですよ。ケイスケ君と同じぐらいの年で、同じぐらいの背格好の子なんですけど、髪型も違うし、服装も違うんです。見たこともない子なんですよ。で、奥さんが何事もなかったかのように、ただいま、トイレ少し並んでたって言うんですけど、久保木さんはわけわからないんです。この子、誰って言うんですけど、は？奥さん、あんた何言ってんの？っていう感じなんですよ。どんどん久保木さんパニックみたいになってきちゃったんですね。いや、この子、ケイスケどこ行ったの？さっきから何なの？ケイスケいるじゃない？ふざけてんの？って、だんだん奥さんの口調が怒りを帯びてきたんですよ。いや、だってこの子どこの？って久保木さんがしどろもどろになってると、いや、それ以上ふざけたら本気で怒るよ。これ以上何か言っちゃいけないと思って久保木さんが黙ったんです。いや、俺がおかしいのかなって。ごめんね、ケイスケって言って奥さんはその子に謝ったんですけど、その子は黙って久保木さんの方を見てたって言うんですよ。で、久保木さん落ち着こうとしてスマホ見たんですけど、保存されてた写真にはその子が写ってたんですって。その子を抱っこしてる久保木さんの写真もあるんですよ。余計に混乱してきたんです。じゃあ自分が今までケイスケだと思ってた子は誰だったんだ？もう頭の中ぐっちゃぐちゃで、久保木さんその場から動けなくなっちゃったんですよ。あなた変だけど大丈夫？休む？って奥さん声かけてくれたんですけど、何にも言えずにぼーっとしちゃって何にも考えられなくなっちゃって。結局、奥さんの運転で車で東京の自宅に帰ることになったんですけど、帰り道の車中に、助手席に久保木さん座ってたんですけども、俺頭おかしくなっちゃったのかな、病院とか行かなきゃいけないのかな、漠然とした不安で怖くなってきたんですけど、同時に強い寂しさもあったんです。後部座席見ると、知らない子が黙って座ってるんですよ。
長いドライブを終えて、夕方自宅に着いて、すぐに寝室で久保木さん横になったんです。何にも考えられなくて、夢ならいいっていうぐらい思ってたんですよ。で、知らない子は家のどこに何があるか知ってて、圭介くんみたいに振る舞ってたんです。リビングの方からは楽しそうに奥さんとその子が遊ぶ声が聞こえてきたんです。で、やがてご飯ができたって呼ばれて食卓に着いたんですけど、知らない子と食事しなきゃなんないわけですね。奥さん心配してくれるんですけど、何にも返せなかったんです。食事も喉通らなくて。で、知らない子と奥さんがお風呂に入って、その子が先に出てきたんですよ。知らない子の頭だったり体拭いてあげて、パジャマ着せてあげたんですね。その時にその子が突然トイレに行ってくるって言ったんですよ。ああ、行っておいで。でも、久保木さん、放心状態なんですけど、そう言って、トイレに送り出してあげたんですね。少し間が空いた後に、トイレを流す音が聞こえてきたんですよ。トイレのドアが開いて、出てきたのが、圭介くんだったんです。久保木さんが、圭介って叫んで近寄って、思わず抱きしめちゃったって言うんですよ。よかったー。あの時本当に涙が出そうでしたよって久保木さんそう言ってたんですね。で、私この話聞きながら、まあ、本当に怖い話だなって思ったんです。もし自分に子供がいたとして、とてつもなく恐ろしい事態だなって思ったんですよ。それと同時に、とっても興味深い話だなと思って聞いてたんです。その、確かに久保木さんの状況を考えるともう心からゾッとするんですけども、自分の子供が知らない子になっちゃったっていうのは。でも、ある種、こう、なんて言うんでしょうね。脳の欠陥っていうか、エラーっていうことも考えられるんじゃないかなって。でも、その場合、人の認知とか、認識っていうのが、そういうものが、短時間だけおかしくなってるっていうことだと思うんですね。で、そういう意味でも、珍しいケースなんじゃないかなって、そんな風に思って聞いてたんですけど、ただね、お手元くん、久保木さん言うんです。俺、忘れられないことがあってさ。そう言って、久保木さんは、最後にこう付け足したんですよ。俺ね、家のトイレから本物の圭介が出てきて、思わず抱きしめちゃったんだけど、その時に圭介が、俺の耳元でね、本当に小さな声で、ただいま。そう言ったんだよね。こんなお話聞かせていただきました。ありがとうございました。いやー、響さん。いやー。いいですね。これはすごい話ですね。どういうことですかね。一時的に、まあ、自分の、その、変わっていた変わっていったのか。か、ただ、自分自身、その体験した方、はい、の見え方が変わっていた。そうなると、最後のただいまの意味が、そうなんですよね、そう。そうなんですよ。てか、だから非常にこう、いい階段というか、まあ、シンプルにこう、見え方が変わっていたとしても、まあ、確かにその、何かしらの認知的な、一時的な、その、まあ、なんでしょうね、こう、障害といいますか、っていう可能性もあるんですけど、それはそれで十分こう怖いんですけど、やっぱ何かお子さんが最後ボソッとこう、ね、ただいまって言ってるのが意味深で、うん、ちょっといろいろ考えちゃいますね。うん、いやはい、すごく素敵だ。あ、ちょっと茜さんいかがでしたか。あ、そうですね、なんかその、圭介くんじゃない顔の子は、ずっとその様子を伺ってたというか、久保木さんを見てたりとか、車中でも黙ってたりとか、なんかそういうところからなんかこう、様子を伺ってる感じがちょっと伝わってきたんですけど、もしかしたらその、なんでしょう。本当にこう、違う子。がこう入れ替わってというか、うん、乗り移ってかわかんないですけど、愛してる、愛してくれる大人を探してたみたいな、のかなって
思ったりしたんですけど、乗り移ってた、うん、そうですね、なんかこう分かんないですけど、その例えばですけど、ちょっと大人に親に愛されなかった子が亡くなってしまって、その子がこう乗り移ってきたとか、うん、でなんかこう自分を愛してくれる大人を探していて様子を伺ってたみたいなのとかあるのかなと思いつつ、でも最後のただいまっていう言葉を考えたときに、あれなんか平介くんが試してた、うん、みたいなふうにもなんか取れるなってちょっと思ったんですよね。なるほど、なるほど。だからなんかその辺がすごく不思議というか、ただいまがすごく不思議だなと思いましたね。確かに、はあ、僕ね、これお手元さんのお話の中で一番好きなお話なんですよ。今日まさかあのここで聞けると思ってなかったんで、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。なんか僕の中ではもうこれ SF なんですよ。彼がまあお子さんがね旅してきたのかなっていう、そこに僕はメインなんかこう軸を感じてて、大好きなお話ありがとうございます。めっちゃハッピー。ありがとうございます。なんかこうトイレが何かのきっかけになってるんですよね。異世界の入り口だったのかそれわからないんですけども。そうですね。いや非常に素敵でございます。ありがとうございます。さあ、小野さん。はい。どうしましょう。ホームタウンさんにもう一話お願いしちゃおうかな、やめとこうかな。なんでだよ。いいですか、ホームタウンさん。もちろんでございます。はい。お願いします。じゃあ、はい。まあ、これ仮名で、そうですね。じゃあ、まあ、さとみさんっていう女性が、体験したお話で聞かせてもらったんですけど、さとみさんがね、4歳の時だっていうんですけど、家族で車に乗ってたそうなんです。お父さんが運転して、お母さんが助手席に座っている。で、自分は後ろの座席に座ってて、隣には、1歳だったかな、1歳になる弟が、まあ、乗っていたと。で、走る車のこう車窓をぼーっと見てたそうなんですよ。でそしたら、その窓の外にピタってね、すっごいちっちゃい虫が張り付いたっていうんですよ。もう本当に、蚊ぐらいの大きさだと思うんですけど、まあ、そのぐらいの虫がピタッと張り付いて動かないんですって。で、その張り付いた虫をじーっと見てたんですって。で、不思議だなーって思ったんですよ。要は、走ってる車の窓の外に虫が張り付いてる。だから、飛ばされないんだなって思いながら、その虫を、まあ、もう、張り付いたまま全然動かないんでね、じーっと観察してたんです。そしたら、よくよく見たら、その虫、まあ、羽がついてて、足があって、で、こう、お腹の部分ですよね。窓に張り付いてるお腹の部分。男の人の顔だったって言うんですよ。で、と思って。腹のところ、虫の腹のところが男の人の顔だったんですって。目と鼻と口があって、で、その口がね、パク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 言ってるんですよ。何か動いてる。で、さとみさん、こんな虫もいるんだって思ったそうなんですよ。よく知らなかったね。虫がどんな種類があるとか。だから、こんな虫もいるんだなって思いながら、じーっとそれを見てたって。で、パッて目を離して、またその窓に目を戻すと、もうその虫はいなくなってて、ああ、飛んでっちゃったんだなって思って、で、車が止まって、降りるときにお母さんに、お母さんお母さん、さっきね、窓に虫が張り付いてたんだけど、お腹のとこがね、顔だったんだよって言ったら、お母さんが、へえって、まあ子供だから変なこと言うんだなって思って、まあ要は聞き流したような感じだったと。で、さとみさんも、まあこれ後から思い返せば、ああ、変なものを見たんだなっていうことを分かったそうなんですけど、その時は全然怖いとも
なんとも思わなかった。ただ、こんな虫がいるんだと思ったっていうことがあった。それから時は流れて15歳、中学生の時なんですけど、また家族で電車で移動してたそうです。まあその時はお母さんと弟さんと3人で。で、まあ4人掛けのこう席、向かい合わせのね、に座って、で、まあ、まあ同じようにこう窓の外を見ながら、まあ当時こう CD ウォークマンっていうのがあったんですけどね。今みたいにこう、まあ、携帯もまだ、ガラケーより前の世代とかっていう時代なんで、まあ、まだ、あそこ、携帯もないぐらいの時代かな、もしかすると。で、CD ウォークマンで、こう、音楽を聴きながら、ぼーっとその窓の外を見てた。で、あ、CD 入れ替えようと思って、まあ、何回もリピート再生した CD を別の CD に入れ替えようと思って、蓋を開けて、CD を取り出した時に、一瞬何かを、がよぎったんです。で、なんだろうと思って、まじまじと見た。それは、CD の裏面の盤面。まあ、要は鏡みたいに自分が映るはずが、そこに男の人の顔があったんですって。で、と思って、で、思わずこう CD 落としちゃったんですけど、もう一回拾い直してお母さんに、お母さん、なんかって言って、お母さんに渡す。でもお母さん見ても別になんともない。で、もう一回、確認すると、まあ確かに自分の顔が映ってる。だからあれなんか見間違いかなと。でも確かに一瞬男の人の顔が映ったように見えたと。で、そんなことがあって、また時は実は流れるんですけど、まあ、ここ何年かの話ですね。まあ、さとみさん、まあ40代前半ぐらいなんですけど、まあ法事があってですね、お寺でこう、まあ、まさに今、夏の時期、こんな時期に、こう、お寺で、こう、立ってて、まあ、暑いから、こう、携帯の扇風機ってあるじゃないですか。手で持って、こう、顔に近づいて。あれで、こう、まあ、暑いなって思いながら、こう、涼んでたそうなんですけど、この携帯の扇風機のところに男の人の顔が出たっていうんです。え？で、見ると、口がパクパクしてる。で、これを見たときに、はっきりとさとみさん、ああ、私、同じものを見てるって確信したんですって。この、携帯の扇風機に映って、まあ、の中にいた男の顔。そして、15歳のときに CD ウォークマンの、CD の裏面に映った顔。で、もっと遡って4歳の時に車の車窓で見た虫の顔、これ全部同じ顔だって確信したんですって。これなんでかっていうと、さとみさん、この顔を見るのは毎回お葬式、法事の時なんですって。だから、はっきりとこれが同じ顔だっていうことが、自分の中で点が繋がったって思ったんです。4歳の時は、さとみさんのおじいちゃんが亡くなったとき。15歳は、さとみさんのお父さんが亡くなったとき。そして、41歳、最近の、法事というのは、実は、さとみさんの弟さんが亡くなったときだったそうなんです。実の家族のお葬式のときに毎回男の顔を見るから、これは絶対何かあると思ったんですけれど、そのときに、まあ、弟さんの実は、まあ、納骨のときに、まあ、初めて、こう、自分のその実家のお寺のその、お墓を、まあ、今までこう、何度か法事では来たことはありますけれど、まあ、改めてしっかりとこう、その自分の家のお墓が、すごく大きいことに気がついたんです。まあ、なんでかっていうと、里見さんのご実家っていうのは割とこう、まあ、お金持ちというか、まあ、それなりにこう、財のあるところで、その家族のお墓というのがすごくこう大きい区画にたくさんあったそうなんですよ。まあ、ここからここまでは自分たちの、里見さんの家の、すべて親族のお墓というふうになってたそうなんですけど、その弟さんの納骨の時に初めて気がついたんですよ。その区画の中の端っこに一つだけ、まあ、これ、里見さんが、見たままをそのまま言いますけど、真っ黒い墓があったっていうんですね。色が黒いというか、とにかく黒い。
その石が黒いじゃん。もう黒いんです。で、それが全く手入れされてない墓だったそうなんですよ。で、あれもうちの墓なのかしらと思って聞いてみたそうなんですよ。あれって、なんかうちの親戚の墓なのって言ったら、あーって、お母さんが、あんたそっか知らなかったかって言って。で、聞いたら、それは桃園のおじさんのお墓らしいんですけど、この桃園のおじさんというのが、まあ、そのご家族曰くですけど、邪教にはまってたと。何かすごく変な宗教にはまってて、で、まあもう亡くなっていらっしゃるらしいんですけれど、その宗教にはまったがゆえに、まあその家族の中から、まあちょっとこう、まあ、ちょっと距離ができてしまってた。まあ最終的には、その、ご実家の、まあ言ったらそのおじさんが直系の、親の方から、まあもう、縁を切るような形になってたそうなんですけれど、なぜか、必要にこの親族の墓に埋葬するということを、その、邪教にはまったおじさんの家族から、まあ、頼まれ、言われ、まあ、なんかそういういざこざがあったらしいんですけど、まあ、なんか結局そこに埋葬することになってしまったということで、この真っ黒い墓が、実はその自分の実家の墓の並びにあるっていうことに、そこで初めて気がついた。で、まあ、里見さん、まあ、僕にこういう話をちょっと教えてくれたのもあるんで、まあ、実際怪談とかそういう怖い話が好きなのもあって、これ、私が毎回見るのはおじさんなんじゃないかなと思ったそうなんです。その時に初めてその実家で、家族のアルバムというのを引っ張り出してきて、その おじさんってどの人なの？ちょっと教えてっていうふうに、そのおじさんの顔がわかる人に聞いたそうなんですね。そしたら、写真残ってたかなっていろいろ探した中で、ようやく一枚、なんか集合写真の中におじさんがいたそうなんですね。で、これだよ、これって教えられたんですけど、全然違う顔だったそうなんですよ。だから、里見さんが、その毎回見る顔というのは、何の顔かは全然わからない。けど、なんか、関係があるような気もしてならないという、なんかそういう顔というお話でした。ありがとうございました。いや、響さん、違いましたよ。これ、ちょっとやばいっすね、うん。いや、なんかこう、あれですよね。あと、その、結構霊体験をされてる方って、まあ、霊の、その、何でしょうね、見た何者かの顔だけ思い出せないとか、なんか顔がもう真っ黒だったとか、なんかそういうケースが聞くんですけど、逆にその顔が見えるという、なんかそこに何か非常にこう強い、まあ、さっき邪教ということも出てましたけど、うんうん、なんか強い念みたいな、なんかそれがあるのかなと思うんで、ちょっと怖いですね。うん、ねえ。いやー、すごいお話ですが、あかねさんどうでしょう。ああ、そうですね。なんか、亡くなってるのが、全部おじいさん、お父さん、弟さんって男の人ばっかりだなって思ってたんですけど、うん、なんか年齢的にも、さとみさんが4歳の時におじいさん、15歳の時にお父さん、41歳の時に弟さんって、みんな多分同じぐらいの年齢、同じぐらいじゃないですか。そうなんです。実はそうなんですよ。おじいさんは50代で、で、50代の中頃で、で、お父さんと弟さんに至っては、まあ、30後半と40前半みたいな、もう本当に若くして亡くなっているらしいんですね。やっぱり。で、この、そうなんですよ。邪教にはまったおじさんも早くに死んでるらしいです。ああ。その邪教っていうのも気になりはするんですけど、例えばなんかそこの邪教の教祖の方とか、はい、もしくはその邪教にはまらせた人とか、なんかそういう人のなんか念とか呪いじゃないですけど、なんかそういうのが影響してるのかなとか、なんかやっぱりちょっと考えてしまいます。でもそもそもなんかその邪教にはまってたおじさん以外のところから何か
こう影響を受けてる感じもしないでもないですしね。うんうんうん。うん。でもちょっとなんか皆さん亡くなるのが若すぎてちょっと何か感じてしまいますね。うんうん。はい、というところでお時間でございます。青野さんいかがでしたでしょうか。いやー楽しかったですね。あの最初もね、言った通りお盆のど真ん中でなんか、納涼みたいなお祭りのような気持ちでなんかこう参加させてもらったんで、もう皆さんがお話ししていただくのが、ドストライクなものばかりで本当に楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあホームタウンさんいかがでしたでしょうか。はい、いや本当にこのようなですね、貴重な機会に参加させていただいたこと、まず本当にめちゃくちゃ実は緊張もしてたんですけど、本当に、そうだったのか。はい、そうでございますよ。もう膝の裏がびっちゃびちゃですよ今。いやでも本当に楽しかったですね。でも全然全然こんな感じです。はい、懲りずによかったらまたぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、翼さん、いかがでしたでしょうか。はい、最高でした。もう、最後の、僕もめちゃくちゃ緊張したんですけど、途中からもう、緊張が忘れても楽しんでました。はい、で、楽しいですよね。だから、ちょっとその、えぐめの話が続いた後に、うん、お手元さんめっちゃいい話されてて、なんか印象操作して帰ってこうとしてないかなみたいな。いやそんなことない。そんな言いがかりじゃないですか、それは。いい意味でね、いい意味で。いい意味に取りようがないわ、もう。いや、でも本当に素敵な会談ばっかりで最高でした。翼さんもまたぜひよろしくお願いします。いや、もうぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、その、印象操作のお手元さんいかがでしたでしょうか。いやいやいや、もう最後に言いがかりを受けるとは思わなかったんですけど。いや、本当に楽しかったです。はい、お話を聞いていただくことも嬉しかったんですけども、皆さんの考察が、ね、とてもその勉強になりまして、うん、またこう階段の幅が広がったような気がしまして、そこはもう本当にありがとうございましたと言いたいですね。はい、こういう楽しみ方もいいですよね。そうですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、そして、あかねさん、いかがでしたでしょうか。いや、なんか、ジーンとするお話もありましたけど、なんかこう、ゾクッとするお話もすごく多くて、うん、やっぱりお盆っていうこともあって、こう、ゾクッといただいて、楽しませていただきました。うん、ありがとうございました。あかねさんもウキウキがもう声色に出てますね。はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、響さんいかがでしたでしょうか。いや、もう本当楽しかったですね。いやー、まあでやっぱりその改めてですけどね、こう怪談って結局こ、うん、答えがないというか、その、うんうんうん、正体とか意味とかってやっぱりわからないですし、わからないからこそ怪談ってなってるんでしょうけど、だからこそこう体験した方はこう思ったとか、こう語る方がこういうふうに思いましたって、もちろんこう生活として物語というかっていう形で語られるんでしょうけど、なんか改めてこの回トークというか、この形でいろんな考察というかね、こうだったんじゃないかなっていうことで、その階段の姿がこういい意味で、まあ本当にいい意味でですね、これはいい意味でこう変わっていって、ちょっと新たな見方ができるっていう意味ではもう本当楽しいですね。はい、うん、であとやっぱりそれぞれ今日何でしょうね、やっぱり階段ってこう個性がちゃんと出て、それぞれに何でしょうね、こう階段のこの個性というかスタイルというかっていうのが出て面白いなと改めて思いました。うん、はい、ありがとうございます。他に、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お聞きくださった皆さんありがとうございました。あ、今夜も最高でした。ありがとうございます。はい、ということで、いい意味で楽しかった。今夜はキーワードがいい意味ででしたね。はい、すごい良かった。あ、楽しかった。ありがとうございます。
11月27日、渋谷怪談夜会。ついに怪談が、ゼップのステージで開催されまーす。カーテンありますね。お、やめてください。怖い怖い、ちょっと。ちょっと怖いよ。はい。ということで頑張りますので、これからもよろしくお願いします。以上、怪トークでございました。ありがとうございます。